シャープ3に入ります。はい、視聴者から質問を募集しましたので、はい、それに答えていってもらいたいと思います。はい、1つ目、これはなんかメッセージですね。ジャックさん、ジャックゴルフさんです。これからのゴルフ界を支えるジュニア、いっぱい育ってほしい、っていうメッセージでした。次、 HJMBO さん、はい、今の課題とそのために取り組んでいることはありますか。今の課題は何ですか。今直さないといけないのは何だろう、ゴルフで。すぐ見ないか。ああ、顔でボールを追わないってこと。なるほどね、それはわかる。まあ、そんな感じでまたいくつか質問していきますんで、うん、で今日はせっかくゆっこと同じホールっていうかティーから回ってるので、はい、ショートホールは全部対決します。はい、はい、対決だって。対決です。パパ、これドライバーでも届かんくね。え、123だよ。うん、ちょっといくね。届くね。4番と、うん、4番でいける。はい、うん、なので頑張って、せいくん頑張るぞ。頑張って。ああ、ホールインワンしたい。見たい。見たい、パパの。見たい。悩むなぁ。あ、めっちゃ木。めっちゃ木。まあ、でも、アイアンだから。ね、あの木なんだろう。ね。ね、こう立って。34。でも、ピン奥だったら転がるよね。ピン奥。ピン奥だったよ。あの木でかくなったらややこしいですね。ね、今はね、かわいいけど。みんなレイアップする。ちょっと右だね。ちょっと右。お、超えてる。超えてるね。いけます。大きい。てか、もしくは向かうなかった。なんで聞こえそうやん。気にならん。ならん。ならん。変化強いっす。やっぱり。しない。あ、OK。あー、まあまあ、バンカー。お、得意の？お、得意の？登ってくんなかった。バンカー。おー、うまい。今完璧だったんじゃない？お、寄ってるよ。バッチリ。あー、ちょっと下ってったね。めっちゃ行くじゃん。めっちゃ行くやん。めっちゃ行くな。何番で行きました？56の。はい。今と一緒。58はまず使わない？うん、58はアプローチは。あー、バンカーは56なんね。うん。こんなとこまで行くんだ。ほら、だから一回こういうの見た方がいいんだ。下りがこんだけあるよ。いいんだ。わかんない。これ、そうだったね、あんまり。うん。あ、こんだけ下りがあったんだ。いい具合の対決だね。もうちょい、惜しい。あ、フライングが乗ってるんですが、またメッセージが来てます。ポンさん、いつかマスターズで優勝してね。うん、はい、はい、マスターズ見た今回の、どうだった？みんなうまかった。みんなうまかったね。タイガーかっこよかったね。いつかセイ君もあそこにね、立ってね、うん、立つ日本をね、沸かしてそう。見たい見たい。海外含むトッププロで一番誰とラウンドしたいですか？誰と一緒に世界、日本だけじゃなくて世界も入れたら誰とラウンドしてみたい？ユーサクプロと、うん、タイガー・ウッズと、うん、松山。おお、ね、みんな回りたいね。じゃあまた次質問します。だから抜かれるタイミングを、うん、いつなんだろうなって思ってる、ね、距離。多分ね、小学生なんで抜かれると思うんだよね、大きくなった。
ナイスショー、いいじゃん。この球で、ね、ほんと今日ドライバーの当たり全然ダメなんで。ダメだ。全然ダメだ。うん、ナイス。じゃ続きいきます。せいくんが、うん、あ、いつも一打一打必死です。ナンバー172番です。うん、せいくんが今一番欲しいものは何ですか？お、ニンテンドースイッチと。スイッチ。お。と本体ね。うん、あと、うん、スリクソンのドライバーと、スリクソンのアイアンと、おスコッティキャメロンの松山と一緒のやつと。すごい。全部松山と一緒の。モデルが欲しいんだ。なるほど。すごいね。じゃあ頑張って活躍しなきゃね、うん、カメラの向こうの誰かに言ってよ。パパじゃないよ。カメラの向こうの誰か欲しいなって。ここ、これ、これ、これパパ。4番、4番、4番を引いた。はい、これです。いいね。ほらほら、ボール当たってないですか？当たってるよ。ちょっとなんか今日やっぱりすぐ上がってきてるのかな。おへそ、これやったら、これ大塚コーチの一回やってごらん。おお、なるほど。おお、いいじゃん、パパのラブ方向。あれ、フェアウェイだよ、多分。全然大丈夫。パパ、ナイスアドバイスじゃない？ちょっと芝生が長いだけ、ね、ナイスパパの。違うの。素直に、素直に、素直に喜べない。コーチに教えてもらっただけじゃん。えコーチに教えてもらった。パパ、カディしゃらんぞ、もう。まよ。しっかり植えたらいいと思います。見て、新しいクラブ植えた。お、ウェッジ？ウェッジ48。おお、ヘッドは大人よ。すごい。重たいよね。重たくないの？うん、だってこれ重り入ってないもん。重り全部抜いてる。あ、いいね。あ、いいね、重い。おお、これいいよ。完璧じゃん。これいいよ、止まれ。おお、ナイスナイス。よし、ナイス。今左足下がりだったじゃん、こう。わかる？それはどうやって攻略したの？こっちに体重乗せて、こっちからこう当てて、うん、もうその体重をこうやって左足踏ん張ってこう。なるほど。じゃあ左足にしっかり重心乗っけたまま打つのが大事。ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。より半分ぐらいのもうお先にぐらいをパパもう怖い打てないっつってショートしたんですよね。怖くなっちゃった。天才だね。でもなんかきっかけでこうポンって変わったんですか？2パターンぐらいに分けて100球、50、50ぐらいで短いのと2メートルぐらいのやつをずっと毎日打ってたら、それでラウンドしてワンパットとかで入るようになったら結構逆にもう自信になってきて。すごい、練習だね。練習だ、練習。練習だね。うん。パパ見て、すごいリボット振ってる。いいよね。ねえ。どちら振ってんの？ちょっと対決ホールだからね。対決ある、対決。あ、そうだね。そうだよ。おっと。気合入った。気合入った。言わないで。超えてる、はい、最悪のミスではない、うん、可能性がある、可能性ある、まだ。左、左だよ。殺し対決だね。左だよ。
手前だよね。おっ、ちょっと惜しい。惜しい惜しい。あ、パパ50人帰る。オーバーするかもしれない。なんとスコアは45でした、うん、すごーい、ナイス。しかもあれを OK なしでね、すごい、完全ホールアウトでやったね。これはすごいですよ。レディシティでもう2600ヤードうまいだったんで、ナイスですね。ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。後半頑張れるね。またね、頑張れる。80台出したことある？レディースからある。おーすごい、めちゃめちゃ上手、ね、めちゃめちゃ上手、うん、しかも今回5300で結構長いんでね。そんな中でナイスプレーです。ナイスプレー、はい、後半もじゃあ頑張ってよろしくお願いします。お願いします。お願いします。セフィガイジさん、気をつけなくて。あ、おいしい。うんうん、どんどんおいしいです。前回リンゴルフオープンで天丼と違うもの迷ってもう片方にしたんですけど、一緒の組の人が天丼を食べて来た瞬間天丼にすればよかったと思って今回リベンジ。私はナスから行こう。ナスから派？ナス。ナス別ナスから派ってわけでもないけど、なんかナス。どっかで。うん。美味しい。私はエビから派です。でも基本野菜から何でも食べるかも。そう、癖なんですよ、ベジタブルファースト。皆さんご視聴いただきありがとうございます。ございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。清之助くん、うん、なんとあのリンゴルフオープン岩村カントリー、うん、7月28日に選手として出場します。おで、岩村カントリーの会場ではさまざまなイベントを用意しておりますので、詳細は概要欄とかコメント欄とかから見てぜひご参加ください。清之助くんインスタグラムもやってますので、うん、ぜひチェックしてフォローもしてください、はい、めっちゃ勉強になると思います。お願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。バイバーイ。